皆さん、こんにちは。今回は、スケルツォの、オーダーを引いていこうかと、思っているんですけど、これが、公開2周年記念のオーダーとなっているようですね。毎年なんか、プログレッシブの公開する日、した日が近づいてくるとですね、なぜかそれ関連のオーダーが、出てくるということで、ちょっと調べてみたところですね、10月22だったかな、暗き夕闇のスケルツォが公開された2年前か、2周年って書いてあるから、2年前の10月22。あとは、なんだっけな、プログレッシブの第1回のやつが、星なき夜のアリア、それが2月の18か。あと、オーディナルスケールもその、2月18なんで、もしかしたら、その日が近づくと何か、またもしかしたらあるかもしれないですね。今回狙っていくのは、これですね。パワーライズさんで、フルバースタビリティっていうことで、フルバースタビリティかつ強い効果なので、自然に、編成に入れやすいと。アルゴっていうのがちょっと、使いづらい、なんていうの、キャラ条件満たしにくいっていうのはあるんですけど、別にデメリットではないかなといったところで、卓撃がちょっと、使いにくいんですが、そこを小刻印入れてもらうとか、打刻突水やってもらうとか、何かしらで、活躍させられればなという感じですね。投手ダメージがね、低下するのもいいですね。あとこれね、ツイッターで俺フルバーストとか言っちゃったんですけど、俺毎回このバーストフルバーストとね、勘違いするんですよ。いやもう全部フルバーストで出してよくねって思うんですけど、ダヤミのね、バーストスキルですね。で、斧かと思いきや片手コンなんですよね、これ。武器タイプ。で、これ、あれですね、ミトの、もう一つの戦い方、ミトっていうスキル、この名前の通り。鎌ではなく、なんだこれ。これ、なんていうの、この。これな、この物体何？ようわからんけど。このイラストのやつがすごく惜しいんで。で、バーストっていうと、フルバーストと違って普通のバーストなんで、演出とかあんまないんですが、効果ですね。バースト発動時の効果が、これだけでも十分強いので、下のブレイク中の敵に栗ダメうんたらかんたらっていうのは、なくても十分いいっていう話で、ブレイク中の敵、栗ダメっていうのがね、そのクリティカル耐性突破しないといけないっていうのがかなりきつくて、これをどう乗り越えるかではあるんですけど、今の環境だとクリティカル諦めてる場面がほとんどなので、で、あとは闇属性の片手再建コネクトがあるんですけど、クールタイム減少の効果があるやつですね。コネクトチェーン効果ですね。連結していったやつを当てるたびに発動するんですけど、これ自体がちょっとね、ノバなんですよね。ノバ、ノバって英会話のノバじゃなくて、この、ノバってやつで、全体8連撃なんですよ。で、長いんだよ。ザン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 みたいなさ あれ、今8回分いったかな、ザン。わ からんすけど、全体攻撃なんですよね、その分。でも、全体って言っても長いからな。あんまりな、微妙なんだよな。ただ、闇属性ね。これをね、ぶん回すのであれば、闇、闇だ、闇と打っていきたいので、ちょっと遅くてもいいから、これ、打ちたいっていう人はいいと思うんですけど、例えばボスが吹っ飛ばすような攻撃をしてきた場合、モーションが長いと吹っ飛ばされてしまうんで、その、モーション早ければなんとか避けたり、コネクトのステップを駆使してなんとか、うまく避けれる場面もあったりして、なんとかなるんですけど、これね、これ自体がちょっと8連撃なんで、ちょっと、きついかなっていうところですね。あとこれ、ストームバイト、このね、アルバイト。
このモーションがちょっとよくわかんないんですが、クールタイムが10秒と結構短めでいいですね。こっちはなんだ、こっち12秒か。まあコネクトだから、まあこっちは短めに設定されてるっていう感じですね。あれ、こっちは、あ、バースト時のブレイク50なんだ。ひどいな。ここまで減らさなくてもいいでしょうに。ウィンドパイルバフと烈風撃の鬼バフがついてますね。スタックブーストっていうのがいいですね。スタックブースト、俺持っている数が少ないんで、まあ当たったらいいなっていう感じですね。で、パワーライズで、まあただ、この効果が使えないとそんな強くないんですよ。パワーライズっていう効果だけだとそんな強くないんで、このアルゴを、引きたいっていうビギナーがいたらですね、おすすめできるかどうかちょっと微妙なんですよ。打属性武器使うんだったらおすすめ。まあ、パワラってだけで脳死で引く人いるかもしれないですけど、まあでもね、まあ、どの武器属性もね、強い方がいいんで、まあ、脳死で引くのはよろしくないですけど、まあ別に狙うのは悪くないとは思います。まあ、そうですね。で、この中で言うと、ビギナーにはどれもおすすめできないですね。ただ、まあ、強いて言えばこれかなっていう感じで、まあ、ステップ5式なんで、まあ、ストーリーある人だったら、まあ、このパワーライズさんっていうね、固定値、序盤固定値がすごくいいんで、本当に最初はね。まあ、そういう人はね、これ引くといいかもしれないですね。まあ、とりあえずね、引いていこうかと思います。3万5000ジェムあるんで、1回1万2500、え ?1 万、1万、え 1万2500ジェムだっけ？ いや、おかしい。毎回おかしくなってる。これ1万2500ジェムだった気がするんで、1周、ステップ5まで引くとね。2周すると2万5000ジェムかな。で、3周すると、3万7000とかになっちゃうのかな？ 3 万7050、500GM くらいかな？ってなると、まあ3周はできないんで、まあ2周のうちに、まあアルゴフルバービと、まあミトのバーストを当てていきたいなといったところですけど、まあ、頼れない兄貴来ないでほしい。あ、頼れない兄貴ならまあ、正直、どの、まあ、星さん以下も頼れないんですが、まあ、頼れないほどではないか。まあ、使えるバフもね、全然あるんですけど、星さん以下だと。ちょっとね、頼れない兄貴を見るとですね、ちょっと彼、ほんと頼れないんで、なんか不吉な予感がするというか、まあ、いいのが当たらないような、気しかしなくなってくるんですよね。頼れない兄貴を見ると。片手再建は、まあ、コネクトの可能性があるので飛ばさないでおこう。斧は確かピックアップにないので飛ばして、片手込んだもんね、あれ。アビリティはフルバーストの演出があればまあいいけど、この3ビカリなんで星3かな。星3の中節の芯ね。キズメルと。キズメル、俺最近ストーリー全然見てないんだけど。え？待って、星 4？ 覚醒の星4の槍。持ってる。いらねえ、マジで。なめとんのか。こういうさ、ほんとさ、かぶりやめてほしいよね。なんか、まあ、重課金向けにさ、そうやってさ、10突みたいなさ、までできるようにしてんだろうけどさ、まあ、最近もね、メモリア硝石結構ね、まあ、緩和されてきたというか、まあ、通常プレイでは手に入らないんですが、まあ、イベントでは結構ね、まあ、手に入るようになってきて、まあ、いつかね、スキルこの数があまりにも増えてきたら、いずれ、もしかしたら通常プレイでも、通常周回でも、まあ集めることができるようになってくるかもしれないですね。わからんけど。ほんと知らんけどの話なんですけど。
いやでも課金、なんでも課金アイテムになるのかな。でも一応ゲーム内ではダンジョン周回とか、そのダンジョン迷宮区のスコア報酬とかで、まあ手に入るっちゃ手に入るんですよね。だからまあどうなんだろうね。例えば配布の星4手に入っても、まあ進化させたら、まあ実績達成報酬でもらえたりするんですが、星4も。でもどうなんですかね。いずれほんと周回で、まあ瓶集めじゃないけどさ、そういう感じでさ、日々の周回でさ、メモリアさ集めるようなさゲームになったらどうなんのかなーって。今スキルコソスって何枚ぐらいだろう、1500枚以上あるのかな、わかんないけどさ。あ、片手コーン演出なし。お、これ来たんじゃね、ミト来たんじゃね。何この人、何クリティカル発生率が50%上昇。このさ、米印って何？このさ、追加効果じゃなくて、米印。あ、でもフェイントじゃ結構モーション速くて、スイッチが78溜まるんか。まあまあ、あ、でも、モーション速くてスイッチ溜まって、しかもクールタイム12秒か。土の条件も満たせると。あ、まあまあいいんかな。なんか新規だな、多分俺にとっては。うーん、でもな、微妙なんだよな。斧盾もな、ミヒマル GT 君なしって感じですけど、メランコリーメンヘラ女、いやー、そろそろ来てほしいな、フルバースト。あた、うわ、頼れないやつ来た。うわ、うわー、ちょっとげっそりしちゃうわ、こういうの見ると。ちょっとなんか不吉な感じが。この頼れない人来ると、ちょっとね、その時の引きはね、悪いっていうジンクスがあるんですよ。ほんと頼れないんで、名工義塾、ちょっと頼れない人来たら終わった感がすごいんですけど、これが10連目、4光もなし、アグレッシブガイ。まあ、さすがにそろそろ、まあ、来て、異国から来た人が、スキル命中時、自身最大 HP の 1% 回復。ほう。これを全体攻撃のモッドに入れて、5体まとめて当てれば、あ、これスイッチで使用し命中時だけじゃないんだね。通常値でも5%は回復すると。まあなんか、でもちょっと、まあ、微妙か。でも新規ではあると思うんで、まあ嬉しいっちゃ嬉しい。あれ、劣化読んだっけ？闇色？なんて読むんだっけ？なんか、それっぽいスタックバフがついてましたけど。あれは、まあ、使えるといえば使えるんかも。あ、でも、固定値だよね。攻撃、片手直剣で固定値のスタックバフだと、まあ、裏セットだったら、まあ、もし、裏セットで使うなら、まあいいかもしんないけど、ゴリゴリ小学生、ゴリゴリでやってる小学生が来て、鑑識の人も来て、そろそろフルバリ、ブレイブメン、もう来んなし、ブレイブメン。うーわ！あー、爆死の流れが来てるな。もう何出るか分かってんだよ、これ。まあでもさ、多分これコラボ系のオーダーだから、うわ、なんかすげえ光ってんだけど。まあ多分ね、もうこのね、ギルドフラッグキリトもね、まあ、しばらくは来ないと思うので。まあでもね、そうだね、限定だから、まあ引いといて損はないというのは、ね、どこかで何かしらで役に立つかもしれないんで、これなんか風ばっか強くなってんな、俺。風とあと火？なんか火属性、あとだ、打属性で強いやつみたいな。
のがばっか来るな。なんでだろうな。フレームブーストは来ないんだよな、なぜか。でも火はなんか結構強いのか。でもなんかあれかな、ライラとかも結構限定系のは火が強いのかな。なんかこの前から片手コンに恵まれねえんだけど、前回ストリート前回前回ストリート前回当たんな前回前回ストリートが当たんなかったんで、ちょっと片手コンマークに若干のトラウマを覚えつつ、あ、気分上昇ミヒマル GT で気分上げていきたいところだけど、かなり気分が盛り下がってきております。まあ、レイピアはちょっと見といてやるか、演出。ああ、レッドスマイリングが、レッドスマイリングじゃダメなんだよ。お、これ来たんじゃね、これ来たんじゃ、フルバース演出。はあ、あ、何これ、え、この人何これ。いや、新規なのはいいんだよ、まあ、所持スキル増えるんで。何このさ、見返りポリバケツ、ポリバケツ残突だ、弱すぎんか、マジで残突だバカか残突だ、 10% ずつ上がったところでさまあ昔なら強かったかもしんないけどね、よくわかんないね。そろそろフルバーストアビリティを、ハンサム自分のことハンサムだと思ってる男を、こい、アグレッシブガイ、もういいよアグレッシブガイ、ハンサムガイとアグレッシブガイのその2兄弟みたいなやつはもう来なくていいよ。そろそろ、あっ、私アスナです、なん、はじめましてだっけ飛ばしちゃったなんでいらんやつだけ来るんね。まあ、ステさんか今の、きついなあ。片手こんだ、私アスナって言います。あ、違う、あ、違う、あれ私リーファって言うな、だっけ、違う、あれなんかさ、ボイスあったじゃん。うん、類人猿だが、いやー、こいつ、あー、もうさすがに来てほしい。あー、もうさー、潰すぞ、この。ミヒマル GT 連続で来るのやめてもらっていいっすか、もう。お、あ、期待させんのやめて、アンハッピータイムやねん、マジこれ、いや、あと一周いけるか。フルバ演出、え、マジ3周させるつもりか。やめてもらって、やめてもろて、あーん、あーん、もうさ、声高らかにさ、いらんやつだけ来んなし、 お願いだよお願いします、この野郎、ちっこさかしいな、こざかしっ、10連目かこれ、あ、こざかしいね。お、おお、来た、あ、え、フルバービー来たんじゃね、エース、フルバース、あれ、あれ、あ、10連、え、あれ、ん、11連、おお、来た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 、あれ、なんで3ビカリになってんのこれ、おお、やった、アルゴだよ、よろしくな、アルゴだよ、よろしくな、アルゴだよ、アルゴだよ、アルゴだよ、もうなんか難しくない？あ、おー、サバソン？え、サバソン来た？嘘やろ？やばいやばいやばい。え、サバソン来た？
皆さんサバソンって知ってますか？激アツスキルなんですよ、サバソン。え、引いてよかった。え、めっちゃいいんだけどサバソン。サバソン、あのね、サバソン知らない人いたらちょっとド素人なんで、今の環境ね、サバソンがねすごいですよ。語彙力死んでんだ。サバソンすごいしか言ってないよ。気分上々、いや気分上々だわ。ちょっとね、頼れない兄貴来たのはちょっと気に食わないですけど、いやもういいや、片手コン以外飛ばそう。アグレッシブガイ、もういいよアグレッシブガイ、ちょつけんのもいいや。これも飛ばし、頼れない人来た、やだ。頼れない人来た、やだやだ、頼れない人来ないで、やだ。なんかおねえ。なんかさ、俺の世代ならわかるけどさ、昔なんかおねえマンズっていうさ、変な番組があってさ、なんかさ、おねえの人やたらなんか出てくるみたいなさ、なんか番組、変な番組っていうと失礼か、すごいなんかね、あのひどい。あ、ちょ、片手こう一番飛ばしちゃいけない。あ、ああ、ちょ、うん、あ、ちょ、ちょ、マッチョ、ちょ、ちょ、え、待って、今の、え、ちょっと待って、ステさん、ステさんできたのか、これ。待ってね、さあ、やめてくださいよ、お客さん、名工技術。もうそろそろさ、来てもいいんじゃない？あのさ、もういいんだよ、そいつは。もういいんだよ、来なくて。同じのばっかさ、同じのばっかいいんだよ。危険を察知。あれ、これも、あ、水の、へぇ、スイッチ投手なんだ。水鬼バフか。へぇ、何気新規来てるけど、アルゴはもう来ないでくれ。いや、でもまあ、パワラーだからさ、とつれるのはちょっと嬉しいんだけど、別にそこは被んなくても、いいんですよ。さすがにさ、救済措置が欲しいんだけど、3周もして出なかったらしんどいんだけど、やめてくれよ、くれよ、片手コン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 、おお、来た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 んじゃね。え、これ捨て子でしょ。やった。え、待って待って待って、あ、いや、ギリギリ、あ、やった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 、エスナイエスナイ、やったやった、おっしゃ、やった。あー、よかった、あー、よかったよかった。これ欲しかったんだよ、ただのバーストだけど。あー、かっこかわいい、このね、もう一つの戦い方がね、どうしても、あ、やった。え、待って、ピックアップ4つ全部回収できたじゃん。はい、かぶり。これさ、2回とつったんか、これ。あ、これ、あ、でもすごいじゃん。え、待って、すごい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 。え、新規が、あ、すっげえ、サバソン出たやん。で、新規ピックアップ4つでしょ、これも出たでしょ。で、何気これ副産物大きいでしょ、これも何気副産物、まあ副産物なら大きいな。サバソン来たやん。で、なぜかサーニャバースで近いんだよな、そういえばな。やった、これで、まあ、ちょっと今ね、ソロカオス片っ端ベケ動画やってるんで、ベケベケってやっていくやつなんですけど、まあ、ダヤミちょっとね、やりやすいから欲しかったんで、あ、よかった。あー、なんとか引き切れましたね。1325ジェムか、残り。危ねえよ、このさ。これマジで4周で撤退すればよかったものをさ、いっぱい引いちまったからさ、これダメだね。あの、本当にかぶりがすごいんで、いっぱい引いていくと、あの、残、なんか欲しいのが残り4枚とかになったら引かない方がいいですね。最初の4回だけ引けばよかった。ああ、よかった。まあ大体こんな感じですね。うん、よかった、ほんとよかった、続けてた。でも3周もしちゃったな。まあでも3周ぐらいして当たるか当たんないかくらいですよ。
もう大体、あでもそんなでもないか、一周して出ることもまああるっちゃあるけど、まあそんなもんしよう。うん、あのバースデーとかでもさ 25% とかあるじゃん、確定枠。あれ2回3回ね、2周3周しないとさ、なかなか出なかったりするから、まあこれもね同じ、まあ、ピックアップ1枚1枚が 25% なんで、まあ似たような感じではあるんで、まあなんとか当たってよかったですね。これで、まあダヤミのね、お遊びができると。で、片手再建コネクトもね、当たったんで、まあちょっとね、そういう、まあ、遊びも、まあできると。で、ノバをどんな感じか、まあ見ますか。一応、せっかくだしね。あとバイトもね、ノバこんな感じ。あ、これちょっと。まあ長さ的にはこんな感じ。まあ別にこんな、まあ見せなくてもいいかって感じですけど、まあ長さだけ教えたかったんで、あとは、頑丈なバトルソードを装備して、覚醒だからここか。バイトってなんだろう、噛むのかな。どんな感じだろう。あっいいね、早いね、モーション、結構いいモーションですね。他にはフロー所得いいね。プロジェクションか、プロジェクションマッピング。フリップってなんだ、フリップってなんだ、フリップわかんないな。ちょっと見てみるか、フリップ。せっかく引いたんで、まあ、いつもね引くだけでちょっとモーションお見せするのを、忘れてしまうんですが、フリップってなん、え、ま、え、あれ斧、あ斧じゃない、片手コンか、ソードスキル使用不可、あ斧じゃねえや、片手コン、これルーキーハンマーで、これで、ビューモードにしまして、フリップってなんだ、ここら辺で、あ短い、あえいいじゃん、モーション短いじゃん、いいじゃん。へえ、待って待って、もう一回もう一回もう一回、こっちからの角度で見るか。ちゃんちゃん、あこれでいいの、これだけでいいの、えめっちゃいいじゃん、やったー。あのフリップいいモーションです、皆さんぜひね、あの引いてみてください、フリップ。視聴員もね、なかなかいいですね。うん、アクセルで使ってもまあいいかもしれないですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。